ありがとう。編集長、大丈夫でしたか？大丈夫。足はまだちょっと痛いけどな。一人では歩ける。無事だったか？弟は？うん、大丈夫。今手当てしてもらってるとこ。そうか、よかったな。陣内さんは？いるよ、どこかに。多分その辺で取材でもしてるんだろう。帰ったら早速記事にしないとな。明日の朝刊には間に合わせないな。怪我したのが足でよかったですね。何言ってんだ、お前も手伝うんだよ。避難したらどこに住むのかな。どこでもいいや、思いっきりお風呂に入ってやる。とにかく急げ。このヘリを逃したらさすがにヤバいぞ。わかりました。
どうですか、新崎さん。話してくれませんか。この島をこんな風にできるのはあなたしかいない。見事なもんですよ。この3日でこの有様だ。でもわからないのは、なぜこんなことをしたのかってことです。君は大した記者だな。こんな状況でそんな質問をされるとは思っていなかった。どうも。確かにこの島は私が作ったものだ。だからこそ愛着もある。意図的に破壊しようなど考えたこともない。しかしこの島の構造には欠陥がある。それは認めよう。この有様だからね。では、純粋に設計ミスだと。そういうことになるかな。マリ、まだこの島にいたのか。おじさんこそ。なんだ、お前らか。今取材中だ。静かにしてろよ。新崎さん。そうか、できたか。いや、よくやったな、新崎。あとは任意のタイミングで始めることができる。いつ始める？6月21日にしようと思っている。6月。そうか、あの日か。よし、6月21日にしよう。これでやっと。そうだな、決着をつけよう。相手は土地造成局の八田か。どうやら怪しい組織と関係があるらしい。新崎さん、もう一度聞きます。なぜこんなことをしたんですか。復讐だ。復讐？そうだ、復讐だ。復讐のために島を一つ沈めるんですか。相手は政府だ。私ができる精一杯の復讐だよ。政府？私は政府に家族を殺されている。首都島に使う土砂の採取作業で山が崩れた。それに巻き込まれて家族全員を失った。それが政府の責任だと。明らかに安全確認に落ち度があった。しかし奴らはそれを認めなかった。担当業者も何の責任も問われなかった。その後も当たり前のように首都島の建造は続いた。私はそんな状況で現場に立たなければならなかった。毎日が苦痛だった。自暴自棄になって死ぬことも考えた。それを止めてくれたのが八田だ。あいつは私に目標を与えてくれた。その目標がこの島を沈め復讐をするということだ。なるほど。それともう一つ聞いてもらいたいものがあります。新崎ですか。まだ生きてますよ。簡単に死なせませんよ。家族をやった意味がなくなりますからね。奴とは親友ですから、これからも仲良くしていきますよ。なんだこれは。高原建設の役員室にいました。誰かと無線で連絡を取っていたようです。新崎、いるか。開けてくれ。ありがとうございました。それではそろそろ失礼します。おじさん。マリカ、先に逃げなさい。ちょっと一人にさせてくれ。行くぞ。
もたもたするな。できるだけ高いところへ逃げろ。ここから向こうに行けるぞ。僕があいつの注意を引くから先に行ってくれ。はい。お前はどうなってもいい。お前しか知らないことがある。絶対に記事だけは書き上げろ。
君にはいろいろなことを知られてしまっている。私にとって極めて不都合だ。君はしぶとい。生きているときっと良くない。死んでくれるかね。ハッタ。なんだ。その子は連れて行きたい。私の命だ。いいだろう。今用があるのは男の方だけだ。もう一つ聞きたいことがある。なんだ、こんな時に。重要な話だ。なんだ。なんだ、早くしろ。私の家族を殺したのはお前か。何のことだ。その男から聞いた。10年前の事故はお前が仕組んだと。そうか。答えてくれ。どうなんだ。答えろ。失礼な。そんな安っぽいことはしていない。ちゃんと事故に見えていただろう。役に立つやつだと思ったがな。要領の悪い男だ。それにしても君、やはり君がいるとよくない。もういい加減にしてくれ。迷惑だ。この10年は充実していた。生きる目標をくれたお前には感謝している。礼を言いたい。そんなに暴れるな。友達だろ。もう少し付き合ってくれ。
君にはいろいろなことを知られてしまっている。私にとって極めて不都合だ。君はしぶとい。生きているときっと良くない。死んでくれるかね。ホット。なんだ。友達だろ。もう少し付き合ってくれ。ビルの屋上に被災者発見。ビルの屋上に被災者発見。大丈夫か？救助行けるか？いつでも行けます。ただいまより救助開始します。2005年6月、雨。窓の外のシトトウは今見えなくなった。